はい、今日もですね、ライフアフターをやっていきたいと思います。今回のアップデートでありました、クリスマスイベントですよね。このクリスマスイベント。はい、これを見ていきたいと思います。さあ、これはコスチュームで、これ希望の種をまく。ん？ね、これ。受け取りって書いてあるけど、なんだろう。イベント期間中、毎日モミの苗を受け取ることができます。これ受け、あ、押すだけで手に入っちゃった。何なんだろう、今。何手に入れたんだ、これ。もみ。金のベルと銀のベル。はぁ。を獲得できます。成熟後に採取すると。ちょっといきなりだけど、これ、じゃあ生やしてみようか。これで生やすことできるってこと？もみの木。うん。あ、結構ちっちゃいね。まあ、でもここにしかないから、はい、じゃあもみの木、金のベルと銀のベル、どれだけ価値があるんでしょうか。これで水やりをして、ゾンビ来ないよね。でもって肥料、うん、これでいいっすかね。どれだけ時間かかるか気になるよな、これな。うん、できた、よしよし。じゃあ次、じゃあメリクリ靴下、何でしょうこれは。靴下、祈願って書いてありますけど、さあ、これ受け取れる。何この祈願って。ハッピー、野営地かハッピー101に行ってください。ターゲットは現在いない。ちょっとこれをメリクリ呼びづらい。メリクリに靴下っていうのをやるために、101に行ってみたいと思いますね。ほい。はい、到着しました。101。おー、なんかデザインが、なんかあれですね。なんか、お人形みたいのが追加されてて。この上あたりとか、なんか、クリスマスのモニュメント。お！これはなんだろう？これか？もしかして。玩具。祈願するって書いてる。よし。もう一回。よし。時間帯？なぬー。なぬー。できないのか。じゃあ次、写真対象。なんじゃこれ。なんですかこれは。毎日写真を投稿してコンテストに投稿しよう。これに、投票ができるとかって言うけど、どうやって決めるんだろうね。まあ、こういうのもあるっちゅうのが分かりました。クリスマス特訓。なんだこれは。参加賞を試合に出る。試合？なのごちゃ。あ？マッチング中。いや、これ時間かかるだろう。ちょっと待ってみようか、これ。ようやくマッチング来た。行く行く行く。長かった。3分待たされたぞ。何これ。あ？クリスマス特訓。専用雪玉。雪に投げると、雪を割る、床を割ることができる。割れた床に落ちないように気をつけよう。怖え。燃えてんじゃねえのこれ。おっ。おいおい。リスキリも、リスキリもいいところだよ。ちょっと、もう一回やらせろよ、もう一回。結構待ったんだぞ。ちょっと、もう一回やらせろ。読んでる間に殺されたんだけど。もう、ひどいよ。よし、来た。マッチング来た。さあ、これね、読んでちゃダメなんですわ。弾は？俺持ってんのこれ。あ、持ってんだ。よし、じゃあ、こうやって、あれ？
よしよし、始まった。さっきカウントダウンあったかな。いきなり始まったような気がするぞ。ほい、ほら、さあ、床が壊れるぜ。しょら、あ、ひへへ、怖え、怖えっていうレベルじゃねえよ。死ね、死ね、落ちろや。こわ、これ、あ、お許しください、ボルガ博士、ボルガ博士。怖い、やだ、ボルガ博士、怖い、バカバカ、殺し合いじゃん、これ、やめろ、やった、落ちろ、死ね、うわ結構これ面白い。わ、これ考えたやつ天才だな、これ。これね、ちょっとね、競技性高いですわ、これ。あれ、なんか、よくわからんけど、これ、ロックマンエグゼっぽいよね。相手の居場所を潰していくっていう。これは、このクリスマス特訓はね、しかもこの、落ちたやつと火炙りってひでえな、これな。これは、ガチで面白い。あー、なんか悔しいな、これ。すっげえ悔しいな。くそー。でもこれはちょっとね、必ず、1番取ってみせる。じゃあ次行こうか。さあ、ラッキー願い。ん？これどうせガシャやろ。初回ガシャは無料。ん？ターゲット報酬。これは、ちょっとわからんな。難しいな。これは、これか？ちょっとこれは、後でいい。うん。こっち、ダブル合宿ね。うん。ダブル合宿っていうか、普通の合宿なんだけどさ。受け取れ、取れ。で、招待市場、なんかいろいろあるかなっていうのをちょっと見ていきたいと思います。いろいろあるね。ケミカルライト。これ永久ではないんだ。まあ、ちょっと永久あたりが欲しいなっていう思いもあったんだけど。そうだよなー、これ。わ、すげえなー。トナカイマフラー。いいな、ちょっと。ワンちゃんにこれ着させるんかな。いいな、これ。テーブルなんかあるわ。寝るやつじゃないのか。さあ、毎度ありますけど、製法書ね。まあ、どうせ今回も、製法書を、集めていくことになるんじゃないかなって思いますけどね。うん。じゃ一通り終わった。クリスマス特訓は、あれ、すごく面白かった。うん。これは必ずね、1位を取っていきたいと思います。